無理するな、戻れ。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。お、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。でまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になったものも救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。
食べ。慌てずに食べな。お前犬好きなのか。特別好きってわけじゃないけど、人並みには好きかもね。やるしかねえな。しもうたんじゃ。ばあさん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子は見た者に富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの家主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持って行ってください。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。どこの間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。見守ってくれそう。そうだな。まれびとの気配をする。と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。
座敷わらし。どうも違和感があるな。これって何の跡だろう。おばあちゃん、どこ。かわいそうに。もう泣くな。ばあさんに会わせて。お家に帰りたいよ。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。子供を泣かせる奴にろくなのはいねえよ。仏壇か。力を使え。姿が見えるようになるはずだ。鍵を探すか。するなよ。竹だけシートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、座敷わらし。クソ野郎が死んでまで金に執着しやがって。こんなやつは印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。
もう自由だからね。ありがとう。やっぱ幸運はなしかよ。ばあさん、やってくれたな。そう怒るな。この子を泣かせると不幸になるぞ。これじゃダラスのじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。
がみなぎってるな。その状態なら新しい技を習得できるはずだ。強い力を感じる。ここに何かあるな。決して神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所も分かるはずだ。あ、なんだ。困った時の神頼みか。でも、ご利益あったよ。こいつは使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。タヌキ？